ちは、デザインドリップです。今回はこのようなオーガニックシェイプを使ったインスタバナーを作っていきたいと思います。便利なツールの紹介もあるので、ぜひご覧ください。それでは始めていきましょう。はい、それでは始めていきます。まず最初に背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイでベージュの色にしていきます。F5、F1EB のベージュにしていきます。はい、次は真ん中の枠を描いていきます。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。サイズは 530×680 で OK します。分かりやすいようにグレーなどにしておきます。でこちらを先に作ったレイヤー0と同時に選択して上下中央に揃えます。ちょっと分かりやすいようにドキュメントの背景を白にしておきます。はい、次はテキストを書いていきます。テキストツールを持ってフォントはバスカービルポスター PT のレギュラーを使っていきます。こちら Adobe フォントにあるものです。サイズは200、トラッキングは0、カラーは 504632 で OK します。こちらでオーガニックと書いていきます。気になるところがあれば適宜カーニングをします。はい、テキストが書けたら最初に作った背景のレイヤーと同時に選択して中央に揃えて上に揃えます。でこちらから150ピクセル下に移動させます。テキストレイヤーを選択してシフトを押しながら下矢印を15回押します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5。 はい、こちらで OK です。次はスキンケアという文字を書いていきます。フォントを変えます。次はコミューターズサンズのライトを使っていきます。こちらも Adobe フォントにあるものです。サイズは40ピクセル、トラッキングは250にして色はそのままで大丈夫です。こちらで大文字でスキンケアと書いていきます。はい、また適宜カーニングなどをして調整していきます。はい、テキストが打てたらスキンケアのテキストを選択して背景のレイヤーと同時に選択をして中央に揃えて下に揃えます。でこちらの位置からスキンケアの文字を80ピクセル上に移動します。シフトを押して1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、こちらで大丈夫です。で先に作った中央の枠を少し下げたいと思います。こちらを選択してシフトを押して2回下に下げます。 1,2,20 ピクセル下に下がりました。今度はこちらに写真を入れていきたいと思います。あらかじめ用意しておいた写真を Photoshop の方に持っていき OK します。先ほどの長方形にオプションを使ってクリッピングします。こちらの大きさを調整します。今回は横幅920にしたいと思います。はい、位置が決まったら次はこちらの明るさを調整していきたいと思います。写真のレイヤーを選択した状態で下の丸いアイコンからレベル補正のレイヤーを作成してオプションでクリッピングします。でこちらを明るくしていきます。はい、こちらで真ん中の枠とテキストの作成は完了です。長方形からスキンケアまでをコマンド G でグループ化しておきます。はい、次は背景の装飾を作っていきたいと思います。今回はとっても便利なツールがあるので紹介したいと思います。こちらがブロップメーカーというサイトになります。こちらでこのように簡単にオーガニックシェイプを作ることができます。角の数を変更したり角の滑らかさを変更することができます。またこちらの右側の赤いボタンを押すと自動で適当な形を作ってくれます。こちらで色を変更することもできます。直接カラーコードを入れて変更することもできます。でこちらの矢印のついたアイコンから SVG ファイルをダウンロードができます。今回はあらかじめ作っておいたシェイプを使っていきたいと思います。はい、こちらあらかじめダウンロードしておいた SVG ファイルになります。こちらのシェイプをコピーしてレイヤー0を選択してコマンド V で貼り付けます。シェイプレイヤーで貼り付けてください。で、大きさを調整します。一旦適当な位置で OK しておきます。はい、こちらをグリーンの色に変更していきたいと思います。グリーンは BCC29D、こちらで OK します。で、こちらをコマンド J で複製して対角線上に持っていきます。で、角度や大きさなどを調整してランダムに配置していきます。
グリーンが2つ配置できたら、次はオレンジのシェイプを配置していきたいと思います。こちらをコマンド J で複製して左上の方に持っていきます。一旦適当なところで OK しておきます。ダブルクリックして色を変えます。オレンジは E5BF92 にします。こちらで OK をします。こちらもまた大きさや角度などを適当に変えて変更していきます。1個できたら、こちらもコマンド J で複製してまた対角線上に持っていきます。はい、一旦こんな感じで配置しました。左下のシェイプを写真に重なるように配置するといい感じだと思います。はい、次は線で書かれたシェイプを配置していきたいと思います。シェイプの一番上を選択してコマンド J で複製します。こちらの塗りを0にしてダブルクリックで境界線を選択します。2ピクセルで内側、カラーは QF958D で OK します。で、こちらをランダムにずらしながら配置していきます。4つとものシェイプに配置していきます。大きさなんかも適宜変えて配置するといいと思います。はい、線のシェイプを配置するときに塗りのシェイプも同時に位置を変更して調整しておきます。で、こちらのシェイプを全部まとめてグループ化しておきます。はい、今度は点々の模様を描いていきたいと思います。今作ったシェイプのグループの上に新規レイヤーを作成します。そしてブラシツールに持ち替えます。で、こちらからデフォルトの中のウェットメディアブラシのカイルのインクボックスというブラシを選択して直径を40ピクセルにします。で、こちらにポンポンポンと点々を描いていきます。はい、大きさや配置はランダムな方がいいと思います。で、こちらが描けたら右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で、こちらをカラーオーバーレイで真っ白にしておきます。 FFFFFF の真っ白にしておきます。で、こちらを適当な位置に配置します。右側の方に配置ができたらコマンド J で複製をして右上をクリックして変形モードにし、時計回りに回転させて反転させます。で、今度は左側の方に持っていきます。左側の方はちょっとシェイプにかかる感じにするといいと思います。はい、こんな感じで配置してみました。こちらで装飾の作成は完了です。はい、最後にテクスチャーを乗せて仕上げをしていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた紙の写真をフォトショップの方に持っていき、大きさを適当に調整します。はい、で、こちらを最初に作ったテキストなどのグループの下に持っていきます。こんな感じになります。こちらの紙のレイヤーを焼き込みリニアに設定します。するとこんな感じになります。こちらを色を明るくして調整していきたいと思います。こちらの紙のレイヤーを選択した状態でレベル補正のレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。で、こちらの色を明るくしていきます。はい、こちらで完成です。今回はオーガニックシェイプを作る便利なツールをご紹介したくてこちらの動画を作成しました。とっても使えて便利なので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。